今日の字は確かです。作りの筆順に気をつけましょう。行書になると振る取りの筆順が変わってきます。ここで点と縦画をいっぺんに書いてしまいます。石辺の左払いは直線的に。この世に確かなことなどないと言います。そうでしょうか。一つあるとすれば、そこのあなた、字は必ずうまくなります。